ああ、そっか、必要だ。ハイライトされたボタンを押して車両のクイック選択を開いてください。前だ。ロケーションのクイック選択です。ここに入れる感じだね。どこからだよな、多分。ダンプトラックで土を積み込むんだ。これローダーでってことは前から入ってよかったんじゃねえか説がありやすい。あれ？なんかうまくいってないな。こういうことだよね、こういうことだよね。なんだけど。
えぐれてるんだけど、めちゃめちゃえぐれてんだけど、やばいな。なんかロールクレープができてんだけど。よし、車止め、車止めだから。入ってない、入ってない、バケットに入ってない。バケット入ってるね、入ってる。よし、はい、よし、まだか。ここだよね、ここ。はい、おー、で、ガツンと入れるかな。前よりすげえでこぼこした感じがあるけど、はいはい、感動できてない。でこぼこしすぎてんのか。まずは指を片付けてください。で、スイッチで、はい、で、うん、倉庫用の砂利を買おう。ダンプトラックを倉庫まで運転してくれ。あ、倉庫ってあそこか。え、違うな、遠いな。
ヒーラーよりも奥だね。運転もね、みんな難しくなったから。ミラーが映ってないのがね、やっぱりこうモバイルだからかな、やっぱり。結構迷うやつ。ブレーキがボタンが違ってた。あー、ごめんね。ありがとう。いや、ほんと郊外の街って感じ。でかいな、コンクリ工場なんだ。で、多分この静的軌道カメラみたいな、多分
回行かせていただきます。はい、ガリソールの上に長押しして投球投球これか。はい。あれ、すげえ動いてくる。前方の進行見えないんだよな、前に出ちゃうと。ここなんとかしてほしいなと思って。変わるタイミングを考えるゲームだし海外だし全然違うよね。到着。砂利を落とせと。ちょっと真っ直ぐ、真っ直ぐ。手に余ってるんだろうな。
ああ、全部落としてた。全部落としてた。やっちまったコンパクターを借りてこよう。車両ディーラーか。どこにいるかな。運転スキップして入車しよう。コンパクター、コンパクトローダーって言ってたっけ、なんだっけ。コンパクターを借りよう。コンパクターが、コンパクター、あ、これだ。コンパクター3つあるんだね。全部一緒だ。レンタル、はい、クイック選択。建設現場、ライドしてたことに、車道を流す。押し固め切り替え、
仕上がりが悪い。エリアに運んでください。いや意外とお金取られてる。次は何？会社の敷地の上を長押しして協調アイコン。パーキングエリアに運べと。そうしかな、パレットを新しい倉庫へ運んでくると。そのまま行って。刺せるかも、刺せそうだな。あ、刺さってない。
刺さってなかった。あまり聞くなす。刺さってない。引きずってる。これをどうにかしろっていう話だったよね。よいしょ。格納。どこ行く？ああ、中に入れる。これか。じゃあ、あともうフォークリフトで中運ぶとかしなくていいのかな。最低6回。よし、またドライブだ。
あれここじゃない？道間違えたね。もう一個先だったら。人んちでさ、こう U ターンとかさ、絶対にさ、やっちゃダメよ。直進が来てるよ。あ、なんか信号無視してるんだ。このゲーム信号無視がないんで。あーってかこう右しか分かれないじゃん。こう ケイル。これ全体を購入するって感じかな。現在っていうのを押しして。ハイライトサイズとシンボルを選択。うん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 。黄色で強調されたライトサイズ資材を購入したら直接から確認できる。どうぞどうぞ。これか。それだけだよね。あったわ。あとさっきのやつだけかな。今回長かったのは30分ぐらいかかっちゃった。
やっぱ道間違えた方が長かったな。よし、今回はこれまでにします。